いけない人ねと言っていつもこの頭を撫でる。叱られていても僕はなぜかうっとりしてしまう。あなたは先生、授業をしている時も僕はただ見つめてるだけ。魔法にかかったように昼も夢見ている気分。あなたは先生、憧れのあの人は罪なことだよ先生って。